は歴史大好きミナですヒーロー大好きカナです2体合わせて宇宙から来たアンドロイドコズミックドールですこの番組は松田一家に集まる若手アーティストが週替わりでお送りするラジオですうラジオです <laughs> はい。はい、それでは今週の松田一家のドアはいつも開けっぱなしスタートーまずはこのコーナーコズミックドールの 一日一膳うん。コズミックドールが地球のみんなにもっと笑顔を届けるために必要なことだよね。うん。あ、あのね、うん、最近、カナがしたいいこと聞いて。なになにあのね、うん。花粉症のお友達に、うん。薬を分けてあげました。うん、ああ、そうなんだ。 あ、でもね、ちゃんと市販のお薬だよ。お薬屋さんで買えるやつね。あ、市販じゃないとダメなのうん。病院でもらうお薬は、その人に合ったお薬を出されてるから、他の人にあげると危ないからね。あ、そうなんだね。うんうん。そっか。あ、で、今の季節とかはさ、やっぱり花粉症で悩んでる人いっぱいいると思うから、いいことしたね。うん。うん。はい。はい。で、突然なんだけど、うん。なが、 最近気になってること言ってもいいうん、何えっとね、深海魚のことです。深海魚うん。うん、いや、ちょっと前からさ、ダイオウイカとかさ、うん、すごい話題になってるでしょあ、そうだね。うん、3メートルとかの大きいイカが取れたりするんだよね。そうそう。ね。 すね。あの大きいイカがさあのシャチとかと戦ったりとかしてるんでしょ。かっこいいよね。クラーケンクラーケンていう感じで、みんなちょっと深海魚とか気になってるんだ。あいいね。いいね。でしょでしょで。あの大オイカとかも食べられたらね。みんなお腹いっぱいになるのにね。確かにあの大きさで。 イカフライ何人分できるだろうなね。だけど、ね、聞いたところによると、うん、あまり美味しくないんでしょあ、そうみたいだね、うん、なんかアンモニアの匂いが強くて、うん、あんまり食べれるの 美味しくないって。ね、なんか酸っぱいらしいよ。でも、なんかもう、食べるとかっていうか、ロマンだよ。そうだね、そうだね。なんか、海賊とか、なんか、宝の地図とかによくいるあれだよね。そうそう、この海域はクラーケンが出るからみたいな。う。あー、かっこいいよでね、そういうのとね、あと、なんか、あの、あれ、デメニギスって知ってる。デメニギスそう。それね、みんなちょっとね、見た時にびっくりしたの。うん、うん。なになに、どんな メニギスっていうのは、うん、なんか頭がね、うん、透明なお魚なんだけど頭が透明そう,そう、うん、なんかうんともう死んじゃったお魚が網にかかったりとかはしたことあるみたいなんだけどその時にはその透明なところがぐちゃってなっちゃっててどんな魚かよく分かんなかったんだって。うんうん、なんだけど割と最近かな、うん、その泳いでるところを

すごいすごいでしょ頭、好き、透明だそうなんか、絵みたいだね、写真。かっこいいこんなお魚いるんだってなるでしょう。あなんか、あのね、あのね、えっとね、これ、目っぽく見えるけど、目じゃないんだって。そう、なんかそこ、鼻らしいね。こっちが、こっちが目なんだって。あすごいね、すごいね。あなんか、あ、目、これ、ねえねえ、あのね、目がね、目がね、ビー玉みたいだよ。そう、すごい、キラキラしてる。 だけどどうしたのかな色だよ綺麗だだねルドグリーンですけどみんなちょっとデメニース見てねすごいってなったけどちょっと怖いって思ったけどえかっこいいよかなこれこれあとでスマホの待ち受けにするそんなにだって透明透明なんだよ頭透けてるんだよそうだねだけどそんなにあのさ あのさ、熱帯魚とかで、うんあの、体が全部透けてるのとか、いい、うん、じゃない。かなりあれとかもね、ずっと眺めてられる。あ みんなも結構透明なやつ好きかもでもちょっとデメニギス怖いけどでも最近さ他にもさいろいろ話題だよね深海魚そうだね深海魚でなんか最近よく話題に上がるのって言えばダイオウグソクムシだねそうそう名前ぐらいは知ってるんだけどさあのねすごい大きいダンゴムシダンゴムシあのちゃんとねダンゴムシの 仲間なんだってそうそうこれも深海にいて海底のんか死骸とかを食べて生きてるんだってそうなんだへえあれだよねあの最近よくネットで「ダイオウグソクムシ24時間生中継」とかってやってるよねでも24時間見てて楽しいのかなあの カナの、うん、あ、まあ、見見てたずっと見てたことはないけどカナの楽しみ方としては、うん、あの液晶にダイオウグソクムシの中継をこうずっと映しておいて、うんうん、なんかちょっとダイオウグソクムシをペットとして飼ってる気分みたいな <laughs> そういうい感じなんだそういう感じじゃないかな多分ね。 でダイオウグソクムシについてねみんなももうちょっと知りたいかなって思って検索してみたら、うんうん、ほんとでっかいダンゴムシだね。そそそうそうそうでこれ、うん、あの食べられるかどうかっていうのを書いてる人がいて、うん、食べられると思うえダンゴムシでしょこれ勇気いるよね。うん、で結果としては食べられるそうですお,<ー>おーでも。 なんかね結構ね臭みがねあるみたいだよでも調理法によってはカニとかロブスターみたいな感じなんだってへえでもまああんまり美味しくないみたいだよだけど台湾とかで出してるレストランとかもあるんだってすごいね何でも食べちゃうねもし気になったら行ってみてもいいかもしんないねみんなはいいや食べたいとかさ あのお寿司屋さんで出てくるじゃない。うん出てくる。あれね。うん。あの生きてる姿見たことある？あああんまりないかな。あのね。うん。カナにすごいそっくりな人のお父さん。お父さんはシャコの生きてる姿を初めて見て、でシャコのお寿司食べられなくなった。そんなに？うん。っていうことは衝撃的な姿なわけだね。あのねあのあ画像画像これね。あのね虫みたいなの。 結構足がうじゃーって感じのちょっとうんどうしようでもねこれこの画像はねかなねちょっとおいしそうだと思うえなんかねちょっと画像がね背中がくるってなってて色がねほらお寿司屋さんで出てくる車庫の実のそのままの色してるじゃない確かにこの画像は結構おいしそうだと思うかなうん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 う じゃあちょっと美味しそうつながりだけどかなね水族館でお魚泳いでるの見てたまにさすごい美味しそうだなって思うことある。ええ、でも水族館では泳いでるお魚は美味しそうはみんなならないな。えいやだってさほらさすがにね 珍しいお魚は、うん、おおすごい綺麗とか思うけど、うん、あの親しみのあるね、うん、いやさっきも言ったけど <laughs>、うん、アジとか、うん、イワシとか、うん、ほらスーパーでさ、うん、そのまま売ってる姿で泳いでるじゃない。まあねお,ーおいしそうう大大量大量ってかな思うよえー、そうかな っていうふうにカナが言ってたので、うんうん、みんなはドリパフォーのみんなにおいしそうと思うかどうか聞いてみました、うん、えあみんなみんなねおいしそうって思ってるはずだよそれはどうかな、うん、じゃあまずおい、うん、しそうって思う人を発表します、うん、はい1人目神楽ちゃん2人目たけるくん,うん,うん、うん、3人目りかちゃん以上3人ですんうん、うんうん いやーうんみんなに聞いたんだけどね、うん、美味しそうって言ってたのは、うん、その3人であとの9人はみんな思わないって。えええ,え、うん、みんな,なんかっこつけちゃってえっだってやっぱりんうんみんなねその思わないっていうみんなは、うん、例えば雪下子さんとか雷イさんは綺麗ねにってそういう感じみたいだよ。うん でみんなと同じようなのは、うんうん、もくれんさんとかね、どうしんさんかな、うん、あのやっぱりね、調理されてて、初めて美味しそうって思うから、泳いでるところは別にって感じだって。み,みんな、みんなス、スーパーでお魚き、切り身で泳いでるわけじゃないんだからね。<laughs> それは、それは分かってるよ、切り身で泳いでたら怖いって。そうだよ、<laughs> うん、<laughs> ほら、あのちゃんとお家でさばいたりするでしょ、うんうん みんなは裁かれてるやつ買っちゃうかもしれないな。そ、そりゃね、うん、カナダって、うん、カナダって、お家で買うときは裁かれてるやつをそりゃ買ったりするでしょうけど。うんうんうん、するでしょうけど。するでしょうけど、<laughs> ほら、あの、あれだよ、習うじゃない。そうね。授業とかで、うん、その、お魚の、三枚に卸し方とか。うんうん うん、ここからこう包丁を入れてみたいな、うん、なんかお魚見てると考えるじゃない、うん、え水族館でもそう思うってことうん、えー、え松田さんさすがに泳いでるお魚水族館で美味しそうって思わないですよね<あ>ほら<ー>大きくなぞいてるカニカニとかもダメですかあ,あれほらあんまりならないんだよえー、そうかな, <laughs> なかこれきっとね共感してもらいたいとかで話してもいいんじゃないかなみん みんなねそうやってねかっこつけてね綺麗だと思いますみたいな感じにしてるけど心の底で美味しそうって思ったことないわけじゃないと思うあでも確かにちょっとねらまさんがね答えてくれたのはね水族館の魚それはカナダって分かってるけただ炊きたての白米は鑑賞する際欠かせないかなって。さん 魚見るときに白米食べちゃう。そ、まあ、れやっぱり美味しそうって思ってるんじゃないの？ちょっと後で聞いてみようか。ちょっとよよう競技ですよ。そうだね。うん、これ皆さんじゃあちょっと、うん、あのライブの後とかにかなり教えてください。うん、美味しそうって思ったことあるかどうか。ちょ、うん、っとあんまない。皆さんの意見聞きたいです。そうね。皆さんの意見お待ちしてます。うん、今日はこの辺に。 しといて次のコーナーに行ってやるけどなどうしたのかなじゃあいいけなは次のコーナー行きましょうはいじゃあ叫べ必殺技今日はお魚の名前を必殺技っぽく叫んでその技がどんな技かを説明してどっちが強そうかを松田さんに選んでもらいますはいじゃあじゃんけんしましょうはい最初はグーじゃんけんポーあ見なかったじゃあ見ながらねはいじゃあ行きます行け キロネックスキロネックスうん。っていうね、クラゲなの。クラゲそう。これね、すごいね、強いクラゲなんだよ。殺人クラゲって言われてるんだけど、なんかね、刺されちゃうと3分から13分くらいで死んじゃうんだって。怖い。よねしかも5メートルくらいあるんだって。おっきくないそんなにあるんだ。ね。怖いオーストラリアとかにね、住んでるみたいだよ。近づいちゃいけないからね。あ、じゃあ、カナいくよ。うん。行きまーす。 いでよおじさんおじさん。おじさんおじさんあんまり強くなさそうだね。おじさんって魚知ってるえそんな魚いるのいるの。あのね、ひげが長いお魚で、で、あのね、おじいさんって呼ばれてたのがおじさんになまったんだけど、なんかね、ちょっと仙人みたいでしょ、顔が。だから、呼び出して、仙術でカナを助けてくれるっていう、そういう技です。そうなんだ。じゃあ、どっちが強そうか。松田さん、お願いします。 みなみなほら、やっぱこれはね、さす<ー><石>ね。殺人クラゲにはかなわないかなっていう。そ,そんなに強いの出てきちゃったら、<laughs> そりゃ、おじさんもかなわないよ。そうだね。<laughs> じゃあ、それでは、はい。えー、いつものお知らせをしようと思います。はい。えー、この番組では、コズミックドールにつけたい実用的な機能、日本一を決めてもらいたいもの、ふつおた質問や励ましのメッセージを募集しています。すべての宛先は、 m a t s u d a ハイフン i k k a アットマーク a t o s u t a ドット c o m マツダハイフン一家アットマークアトスタードットコムコズミックドールのことをもっと詳しく知りたい方は h t t p コロンスラッシュスラッシュ w w w ドット c o s m i c d o l l いやー、今日さ、うん、いっぱいお魚のことについて話したけど、うん、絶対海って、うん、もっと知,ろ知,ろ知らない <laughs>、知らないことがね。<laughs> 知らない生き物とか、うん、いっぱいいるよね。ね<ー>なんか宇宙みたいで素敵ロマン素敵うん とね地底人とかいるんだよあいいい会えるかな？会えるかなるかな,かなもなんかもうちょっと深海のことに調べて、うん、深海のことについて調べてみて、うん、なんかねもっと面白い、うん、かっこいい生き物を探そうと思うはい <laughs> <laughs> それではお時間なので今回のドアはいつも開けっぱなしはここまでコズミックドールのみなとかなでしたバイバイ,バイバ